今回はハーモニクスのフレーズです。このフレーズでは同時に左手のストレッチになるので、ぜひチャレンジしてください。通常ハーモニクスはピッキングした直後に左手を離しますが、連続でアルペジオのように鳴らす場合は左手はハーモニクスのポジションに置いたまま弾いていきます。基本はフレットの真上に指を添えますが、多少斜めになっていても鳴るので、無理のない範囲でストレッチしてください。そして5フレットは7フレット、12フレットに比べて少し音量が下がります。なので5フレットのハーモニクスは少し強めにピッキングしましょう。この機会にぜひハーモニクスをマスターしてください。